capito, ho visto la sempre qua, sembra ancora un disegno, io ho continuato a occuparmi, e lo penso. Ma da fondi, quando la mamma dai, ci sono come dai, che come mi dà più, non me la so che no, e come mi sa. E a tra, gioco, su, si, in più, ci sono, no, per il salto un'attima, ma quando ho visto la sina, qua, e volevo chiedere a rimasto, ma con e in mano ci stai, no, non lo dico senza dare, non posso fare niente. E con ora, devo dire, tema o chi mi devo rimaste, l'ingen, sciacquaito, dingo, cino, io in questo tempo ございます. Ma in mano, sacco, dingo, cino, io credo che, io mi ingrudo con altre, ho rimasto. そういう意味で、まあ、身近な例で言いますと、ゲームの世界でありますとか、また、将棋囲碁とかですね、まあ、そういった世界で、まさにプロに適する、もしくは、プロに、まあ、一部、両方化する。まあ、そういったこともゲットおりまして、まあ、人工知能への、まあ、ある意味では、まあ、大いな期待。その反面ですね、一体、この人工知能をどのように展開するんだろうかっていう意味での、 まあ、そういった意味で不安もございます。はい。なので、そういったことをですね、今日の講演会を通じて、まあ、皆様と、どういうふうになるのかなっていうのを、少し、勉強したいと、伺いたいというふうに思っています。電気通信研究所、もしくは電気情報系はですね、こういった人工知能の基礎研究をですね、まあ、こういった部分になる前から手掛けております。 そういった意味で、今日の講演会でも一緒にそういったお話をさせていただきたいというふうに思っています。また、今回のですね、フォーラムというのは、電気通信研究所を主催というふうにしておりますが、そうではなくて、電気情報系全体のフォーラム、主催は我々、やっておりますけれども、内容としては電気情報系全体の企画であります。 はい、いずれにしましても、我々電気情報系はですね、新たな社会を目指して、これからも研究開発と教育に邁進する方向で、ございますので、今後と皆様にはご指導ご鞭撻をお願いしたいと思っています。それでは、本日どうぞよろしくお願いします。